11スターレットの面白いところはアクセルをベタ踏みすると車が暴れるんです。ちゃんとドライバーがタイヤであったり車と会話する、そういった練習をするという意味ではとっても勉強になる車だと思います。今回の旧車王チャンネルでご紹介するのはヤリスの元祖とも言える車、そう EP91 型のスターレット、グランツァ V をご紹介したいと思います。この車でですね、若い頃に車の動きの練習をした人というのも多いんではないでしょうか。車好きにとっては隠れた名車とも言える1台、その車をですね今回はご紹介していきたいと思います。それでは早速ですね、グランツァ V の一番の売りでもあるエンジンを見ていきましょう。このグランツァ V はですね、ターボが積まれているモデルとなっています。 4EFTE というですね、当時のトヨタ車の小型車を中心に積まれていた 1.3 リッターのエンジンに、ターボが搭載されております。さらにですね、このように大型のインタークーラーも搭載され、ダクトまで開けられている。また面白いのはですね、このエンジンかなりパワーがあったので、運転がですね慣れてない人でも運転できるように、先代のモデルからですね車内にローブーストボタンというのがあり、そのスイッチを押すとですね下級圧を下げることができるんです。さらにこのモデルからはですね、1速ではローブーストボタンを押していても押していなくても1速の下級圧を下げてトラクション性能を上げていく、そういった方向にですねシステムが進化していっています。91スターレットの面白いところは加速するときです。なんで面白いかっていうとですね、この車アクセルをベタ踏みすると車が暴れるんです。それって楽しいのっていう風に思うかもしれませんが、現代の車がですね、賢くなりすぎて失ってしまったこの獰猛なですね、このドライバーの感情を、かき立てる、そういったフィーリングが味わえるのがこの車の面白いところです。とにかくですね、設計もあまり、いい意味で完成していないので、トルクステアであったりとか、路面のトラクションが漏れるためにですね、どんどん車が暴れます。それをですね、ドライバーは必死にステアリングで修正打を当てながらアクセルを踏む、そういった楽しさがね味わえるのが、このスターレットなんですよ。こういったですね楽しみ方を味わえる車はもうありません。こういう風に話すとですね、エンジンはいまいちかと思うかもしれませんが、エンジンもいいんです。 1.3 リッターのターボですが、この車車重が1トンを切っているんです。軽いんですよ。そのためですね、パワーが絶対的にあるわけではないんですが、十分な、体感的な加速感を味わうことができます。このジャジャ馬感と加速感が相まうことによってですね、現代のアクセルを踏めば勝手に進んでくれる車とは違う、ドライバーがですね足先指先に集中して運転する感覚が味わえるのがこの車の醍醐味です。やはりスターレットといえばこのコンパクトなボディ、そしてですねこの方はですね女性を狙っていたために、ちょっとですね丸めで可愛いランプなどをしています。さらにですね、このモデルは98年のマイナーチェンジ後ということもあり、フロントバンパーの形状が前期から変わっています。またですねウィンカーランプなどもクリア化されております。そしてですねサイドに回ってくると、この車面白いのがですね、当時この車は安全にかなり意識して生まれ変わった車なんです。先代からですね、シャシーは共通なんですが、これはですね安全性を最優先に5話と呼ばれる世代になっています。具体的に何が違うかというとですね、衝突安全性を、かなり意識してですね、こういった部分のですねボニーパネルの板厚が上げられてたりですね、サイドから衝突された時のためにですね、ここにサイドビームが入っていたり、こういったピラー類のところにもビームが入っています。またですね走行性能にも大きく影響しているのが、フロア下のですね、メンバー、この左右をですね結ぶ部分の板厚というのもですね厚みが上げられており、それによってですね重量が約40キロから50キロぐらい増えてしまってはいるんですが、シャシー自体の剛性が上がってトラクションが上がっているのがこの91型のメリットとも言えます。またですねリアに回ってくると、こちらのライトもコンビネーションランプ化されており、こういったですねウィングなども純正からついているなど、当時スターレットといえば、若い人たちが手軽に走りを楽しめるモデル、そういったですねコンセプトが、しっかりですねこのスターレットの91型にも引き継がれています。次はですねインテリアを見ていきたいんですが、このインテリアを見ると懐かしいというふうに思う方も多いんではないでしょうか。やはりですねこの世代の車は
こういったですねファブリックのシートにこのストライプ、同世代でいうとですねピンゾロのレヴィンやトレノ EK4 のシビックなど、そのあたりがですねこういった柄をしていました。またですね欧州車であっても E36 の BMW なんかもこういった柄がですねあしらわれていたり、90年代に流行っていたデザインとなっています。このあたりのですねシフトノブなどは今のオーナーさんの手によって変えられてしまっていますが、当時のですね面影を楽しむそれにはですね十分な雰囲気を感じることができるんではないでしょうか。またですね当時トヨタが力を入れていた安全性というのは外からの衝突によるものだけではありません。こういったですねシートベルトもすごい当時最先端のものが使われているんです。何がすごいかというとですねこれグッて引っ張った時にすぐに効いてくれるんですが、その後ですね強い衝撃がかかると徐々にシートベルトが伸びてくれるんです。そうすることによってドライバーにかかる負担というのをですね半減させる、そういったですね当時としては高級車にしか使われていなかったコストのかかる部品をですねこういった目の見えない部分に使っているのが、この車のすごいところなんです。EP91 のコーナリング性能ですが軽さを生かして速いんです。このレビューはですねちょっとこの車が、アライメントが狂っているためですね過去に乗ってきた、91スターレットを元にお話しさせていただきますが、この車ジャジャ馬なんですが、コーナーもですねちゃんと乗れば結構速く走れるんです。やはりですね1トンを切っている車重ということがあってとにかく軽いんですよ。そのためですねコーナーのボトムスピードが速いです。しかしですねサスペンションはフロントがストラット、そしてリアはトーションビームと決してですねいいとは言い切れないサスペンション形式です。またですねボディもこのモデルになって硬くなっているとはいえそこまでしっかりしたボディ剛性があるわけではないのでサスペンションのジオメトリー変化というのはあまりよくありません。そのためですねこの車を速く走らすためにはセッティングを煮詰める必要があります。またですねドライバーは丁寧な荷重移動を心がけてタイヤのインフォメーションをよく聞く必要があるんです。しかしですねそれはですね現代の車では味わえないですね。ちゃんとドライバーがタイヤであったり車と会話する丁寧に車を運転するそういった練習をするという意味ではとっても勉強になる車だと思います。改めてですねこの91スターレットを総括するとですね本当にドライバーを育ててくれる1台だと思います。若い走るのが好きなですね、人たちが中古でですねバイトで頑張って貯められる金額で買えてアクセルをちゃんと踏めば速い、そして丁寧に運転をしないと車に裏切られる、だからこそ運転を練習する、そういったですね運転が上達していくスパイラルが回るのがこの車です。現代ではですねこういった車はどんどん減ってってしまいましたが、改めてですね運転を練習したいそういった人にはですね、ロードスターと並べて運転を練習するのにいいと言える車ではないでしょうか。安全であったり、燃費そういったものがですね、重要視される中でもちろんそういった要素も、大事だとは思いますが、たまにはですねこういった、ドライバーが、自分の力量を試すような車に乗ってみる、そうするとですね現代の車では味わえなかった、新しい車の楽しみ方そういったものが発見できるんではないかそういうふうに思った一台でした。今回の旧車王チャンネルではですね皆さん大好きスターレットの最終型である EP91 型のグランツァ V をご紹介しましたが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。この車はですねまさに時代の転換期、ここから先はですねどんどんとですね燃費に思考が変わっていってしまう、まさにですね、庶民が普段の運転をですね楽しめる最後のモデルとも言えるのがこの車であったんではないでしょうか。このようにですね旧車王チャンネルでは車好きの皆様に刺さるような車をですねご紹介していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。またですねスターレットでこういう風に遊んだよであったりこういう競技に出ていたそういった方はですねぜひコメントなんかもらえたら嬉しいです。旧車王では10年以上歴史を刻んだお車を旧車という風に定義し、買取のサービスを行っております。お車を手放すことをご検討されている方は概要欄をご覧ください。